はいどうも、トコジョブです。それ、今回はですね、ソロの公式大会で賞金を獲得したプレス5勢を紹介していきたいと思います。はい、ということで、なんと今回の方はですね、プレステーションカップの予選でもアジア1位を取った人らしいんですよね。それで今回ですね、このめちゃめちゃ強い CS 勢の方の大会のプレイをね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。それでは本編やっていきましょう。はい、ということでやっていきましょうか。今回紹介する方は、A ファーストクローバーさんという方ですね。ということでね、いろいろなんか面白そうな動画がたくさんね、上げられているみたいなんですけど、応募フォームの方には、ソルビクトリーキャッシュ賞金取って、ディオキャッシュ決勝3位、CCC 決勝1位、FNCS 3位、4位ヒート。やばない？待って、この時点でやばいんだけど、ちょっと待って、多分このディオキャッシュと FNCS の方は、これは混合ですね、多分。CCC 決勝1位もやばいな、これ。で、プレイステーションカップ予選1位決勝2位ということで、なんかめちゃめちゃすごい方がね、なんと来ちゃいましたね。ということで、早速ね、ちょっと大会のね、映像を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。さあ、早速ね、ちょっと見ていこうかなと思います。これはですね、ソロのビクトリーキャッシュカップの予選ですね。さあ、しっかりとね、影がついてるんで、本当にね、正真正銘のね、プレス5勢なんですけど、多分これね、キルムーブの試合ですね。めちゃめちゃ多分、攻める試合だと思います。いや、うまい。いや、なんか入ってきたんだけど。待って、何今の？何が起きた今。なんか立体色装置なんか来たね、今の。で、ここもね、3人目です。で、今これ2人いるのか、敵が。めちゃめちゃダブルキーしてますね。いや、ワンパンしていくと、エイムもいいとね。なんかこの試合ワンチャンこれ、20キル超えるんじゃない？これワンチャン。なんかキルペースが結構、いや、なんかすごい。なんか立体軌道で暴れてる人がいる。ここで当てていきとね。健在めっちゃありますね。さあ、シールドカット。お互い痛い。これね、PC の方もね、いると思うんですよ、相手が。これ混合だからね。いやー、うまいな。エイムがバケモンやね。あ、これ立体軌道装置あるから、これ結構最近のやつですね。まあ立体軌道装置今では、まあ普通なのかな。結構もう、なんか使い方とかみんな知ってるけど、キルペースが早いっすね。タイミングがめちゃめちゃ早く終わらせてますね。そこ階段ブーストで、うまい。いや、ピースコントロールうまい。なんか来た。なんか来たが、こう一回回復。いや、逃げ方もうまい。さあ、いつの間にかミシックのね、ショットガンがあるわけなんですけど、やっぱ今シーズンはね、このショットガンが一番強いですね。ワンパン入るからね、これ。ヘッドショットで。サブマもね、これどうなんだろう。これ普通の、あ、ツインマグのやつかな、多分。まだ普通のサブマシンガンではない方のサブマシンガンかな、ワンチャン。いや、うまい。あ、これ、多分あれだ。普通のサブマシンガンが来る前のツインマグサブマシンガンかな、これ多分ワンチャン。音的に。いや、やばい。やばいけど、なんで勝った、なんで勝った今、残り人数が敵26人生き残ってますね。なんか死んでますけど、敵が。いや、うまい。何今の？いや、壁取っていくと。壁取るんかい。もう8キルしてるから、これワンチャンね、これ全員やれば、どうなんだろう、これ全員やったらワンチャン30キル超えるんじゃない？いや、うまい。俺これマジでワンチャン30キルあるぞ。あー、でも、ギリギリいけないのか。でも20キルいけそう、これワンチャン。いや、ワンパン。一応これ終盤ですね。いや、敵が出てきたところ、いや、今の敵かわいそうだな。剣で、刀で移動する際に、倒されていくっていう。さあ、ハイグラを刀で崩していきとね。で、一旦ローグラで、ボックスを作ると。で、ここは左から、うわ、うまい。なんか二人いるし。なんか二人いるんだけど。で、ここも張り替えていき、いや、やばい。やばい、どうなるこれ。さ、チャグを浴びていくと。チャグはミストもありますね。ワンチャンこれミストで、回復してアンチに行くのかな、ワンチャン。あ、でも刀で行くんだね。で、ここでハイグラを、ハイグラ取らない。で、落としていくの。やばい、今、落とし方がうまい。ハイグラを狙ってんのかな。いや、もう、撃つ隙がないね、敵からしたら。今の。
めっちゃあのケアしてますね、建材で、建築で。後ろからショットガンで撃っていき、いやー死んでいくと、いやーうまいな。14キルです。皆さんこれプレス5ですよ、 CS 勢の方やばいよね。これ PC でもね、ソロのビクトリーキャッシュカップこんなにキルできるの難しいからね、普通にすごい。いやーすごいな、本当に CS 勢なのか。さあ敵が戦ってるところを、あの一旦アンチ移動してね、一旦アンチ移動して突っ込んでいく。10秒に1回ぐらいのペースでキルしてます。いや15キルしてんだけど、やばい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 、めっちゃキルしてる。本当にこれ20キルいくんじゃない、これワンチャン。残り4人、いやーでも全員倒しても19キルか。まあでもほぼ20キルぐらいですね、ほぼで。ここからトップ4ですね。いやーこれどうなんだろう、まあ、チャグが4あるからワンチャンちょっとだけ回復勝負はできるかも。あ、アンチが行くんだ、これ。アンチが行って、どこ行くんだろう、これ。アンチが行って、回復はない。いやー、ストーム酔いが来てますね、これ。いやー、これやばい。どうなる？さあ、1v1 っすね。1v1、うわ、惜しい！はい、というわけで皆さんいかがでしたでしょうか。いやーもうね、対面とかがね、めちゃめちゃうまかったっすね。もうエイムもやばかったし。ということで、クローバーさんのチャンネルはね、概要欄にあるんで、よかったらチェックしてみてください。最後にですね、ソロ大会の決勝の1試合と、カノの方をね、見ていきたいと思います。この動画がよかったら、高評価とチャンネル登録お願いします。それでは最後に見ていきましょう。レッツゴあ、あったわ。